はい、わるわるチャンネルです。はい、はい、さっきの話の続き後編ということで、後編ですね。はい、てか何で止まってんのよ、シートベルトして。まあやっぱこういうご時世もあって、うん、そのやっぱあのプロフィールにいろいろやっぱ書けるじゃないですか、職業とか、うん、でそういうとこにやっぱり保育士だったり、うん、看護師の人もやっぱいるわけですよ。でもやっぱそういう人たちってやっぱなかなかこのご時世やっぱ会うのもちょっときついっていうのはあるんですよ、やっぱコロナなんで。あ、まあ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 、まあ、やっぱ医療従事者だったりああいうそうだね、だったらやっぱりコロナになってしまったらっていうのもあるんで、なかなか落ち着いたらとは言うんですけど。確かにね、だから完全にもう本当収まってくれないとなかなか会いたいけど、なんかもし万が一があるじゃないですか。まあね、絶対に。確かに医療従事者、保育士の方はね、絶対人と触れ合うからね。そうですね。しかもかなり大人数、教師とかもそうだな。まあまあそうですね、まあ、教師とか、まあ、まあまあそういう職業種の人とまだマッチングは成功してないんですけど、うん、成功してもなんかなかなか会いましょうっていうのはなかなかちょっとあれだなと思って。そうね、なんとも言えないな、それは。そうですね、今のご時世のせいかな。まあそうですね、だからって言ってテレビ電話するのも嫌だし。いいじゃんいいじゃんテレビ電話いいじゃん。テレビ電話もあと直接会うの変わんねえよ。うん、まあそうです。でもやっぱ会わないだけで、でも結構敏感になってる部分もあると思う。まあね、確かになかなかね、うん、恋愛というものも難しいですな。そうですね、今の時期は何をするにしてもしんどいよ、うん、そうですね確かに。まあとりあえずそれだけが言いたかっただけです。あ、そうだ前編とか後編に分ける必要なかった、ね、うん、ただ言う、あ、言うの忘れたなと思って。確かに、まあいいや。あ、まあそんなこんなでね、まあしばらく、まあ多分会うのはうわ、もうちょっと先になりそうだね、うん、なんとなくね。まあしょうがないけどね、なかなか遊びに行けんと思うわということだな。そうですね、まあぼちぼちやっていくしかないですね、こればっかりは、ね、まあ本格始動は2月中旬から3月かな、うん、コロナが落ち着いてくれないとなんとも言えんね、うん、まあそういうことなんでね、皆さんもねコロナには気をつけて。そうですね、マッチングアプリのなんか桜にも気をつけて。はい、なんか変なのいますんで。変なの多分いると思うので、はい、まあ、その辺をね、まあ、十分注意しながら、まあね、楽しむことはできると思うので、ね、またこんな中でも楽しいことを見つけて、はい、楽しく人生楽しみましょうという感じで、はい、今回は今回終わりにしたいと思います。はい、はい、ではありがとうございました。バイバーイ。また近況報告します。